どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日からですね、パズドラの魔法石配布が始まりました。はい、こちらですね、毎日ログインすることで魔法石3個がゲットできます。はい、しかも追加で1個もらえるから、もう今毎日4個もらえるんですね。しばらくの間やばいですね。魔法石配布が1日3個に加えて大量にね配られると思うんですけど、まあ少なくとも90個ですね、9月中にね配られるわけですね。なのでまあぜひともパズドラログインしてほしいんですけど、今日はですね、そのパズドラの魔法石90個のおすすめの使い方解説をやっていこうと思います。ただまあその前にですね、ちょっと先に話しておきたいことがあって、このスライムとはぐれメダルが黒メダル5枚で交換できるんですけど、これのですね、まあなんか黒メダルがないっていうのですごい今話題になってて、ツイッターとかで黒メダルは課金キャラだろみたいな感じも結構あって、それの対策として運営が、対策としてね、こちらを追加しました。イベントメダル22枚。舐めてるけどね。まあ、なので一応ね、イベントメダル虹が2枚だけは追加で、まあ元からあった分も含めると合計3枚、ゲットできるようになりました。ちなみに黒メダル5枚は虹メダル25枚なんで、大体25分の、3ですね。8分の1だけゲットできます。舐めてるマジで。いや、なんかこういうレアなキャラを黒メダルにするとやっぱり炎上するってことはね、パズドラさん分かったと思うんでね、やめてほしいってことはあるんですけど、まあ多分ですね、このね、黒メダルセットあるじゃないですか。実際これが多分めちゃめちゃ儲かると思うんですよ、パズドラは。もうバカみたいに儲かると思うんですね、黒メダル配布してるだけで。なので、それがある限りは多分しばらく続くのかなって感じはしますね。まあただ今日はね、黒メダル交換の話はないんでね。まあ一旦ここは省略しますね。はい。で、今日話すのはこっちね、魔法石配布。運営さんがね、毎日は魔法石配布してくれてるんで、この魔法石90個をどのように使うのがおすすめかっていうことに関して話していこうと思います。はい。じゃあやっていきましょう。じゃあ実際にね、おすすめの使い方解説やっていこうと思います。はい。で、まあ、いつも通りのね、3点セット話しておきますね。もうこれね、最近パズドラ始めた人もいるかもしれないんで、もう一度言っておきますが、モンスターボックスの拡張ですね。まあ、これは正直でも無料分でもいいので、無料分でやるか、必ず魔法石で開けるかどっちかしといてもらって、最低でもね、100個ぐらいはモンスターボックス開けておいてください。そしてもう一つ、フレンドサイレンスの拡張。まあ、これはね、YouTuber の人はおすすめです。まあ、基本的にはあんまり無理にする必要はないって感じ。で、もう一つこっち、スタミナ回復。これはね、もうほんと一番大事で、このゲーム結局ね、遊ぶのにスタミナいるんで、スタミナがないとガチャでも意味ないんですよね。なので、スタミナ回復用、そしてボックス拡張用ね、まあ、特にこの2つに関しては、魔法石を温存しておいてあげて、こちらに使ってください。っていう、まあ、いつも通りのね、でもこれね、いつも通り言ってるけど、ほんと大事なんでね、もうこの話聞くたびにね、必ずボックス少し開けてもらう、癖をつけてもらえればね、絶対お得になると思うんで、ボックス開けておいてあげてください。で、まあ、今回はですね、ガチャですよ。今ある大の大冒険コラボ、それかゴッドウェスか、それとも次来る式神を引いた方がいいのか、そう、ここら辺がね、ややこしいと思うんですよね。今日はこのガチャについて話していこうと思います。はい。じゃあここからはガチャのおすすめ解説やっていこうと思います。はい。で、今毎日ね、石が配られると思うんですけど、まあ、その上でね、ゴッドウェスもしくは大の大冒険引きたいって人もいると思うんですけど、まず現状あるガチャだとゴッドウェスの優先度は低め、あまりね、無理に引く必要はありません。まあ、もちろん交換の玉とかにもなるので、当たれば優秀なんですけど、まあ、正直ゴッド S っていつでも引けるので、そう、シーウルフが欲しいっていう人以外はもうほんと狙わない方がいい。どうしてもシーウルフが欲しい、シーウルフが強いから欲しいって人だけは引きに行ってもいいけど、ただまあ 0.75% ってなるとね、運が悪いとね、10万円ぐらい解けることもあるので、やっぱりね、ゴッドエースはあんまりおすすめはできないかな。ただ一個言えるのは、ゴッドエース自体も美味しいのは美味しいんで、引いたところで損は絶対にしません。だから例えば100連引いちゃいましたって人もね、損では絶対にないです。全然 OK。 ただ今無理にゴッドエース引きに行く必要はないので、優先度は低めって感じになってます。もちろん優秀なんだけどね、無理に引く必要はない。で、大の大冒険に関しては、もうね、新規コラボってこともあって、全引きで OK です。もう全然石ぶっぱしてもいいレベルで強いです。やっぱりキャラ自体もね、大、アバン、バランの星8に関しては、今もう周回超強い、バランは攻略超強いって感じで優秀だし、ポップとかまあまあサブで強い、レオナもサブで強い、ヒュンケル、ハドラー、ミストバーンは周回やサブで使えるって感じで、かなり星7、星8ともに使い勝手はいいんですよね。で、星6に関しては、使い勝手めっちゃいいキャラはいないんだけど、まあ、例えばフレイザードとかはね、火力枠で使えなくもないですし、あと武器、何より武器ですね。これ全キャラ武器があるんですよ。そう。最悪武器要員で活躍できるので、万が一星6しか当たんなくても最悪武器で使える。
まあ、ここはねやっぱでかいと思います。はい、なので武器活用できるって言っても評価すると本当に優秀なガチャでね。ただ一個注意してほしいのが、強いリーダーが欲しい場合ですね。今現状めちゃめちゃ強いリーダーが欲しいですって場合に関しては引く必要なくて、大の大冒険は基本的にサブをゲットするガチャになってます。はい、なので今すぐにですね強いリーダーが欲しい人っていうのはゴッドエース優先で、サブとか将来性を考えられる人は大の大冒険を引いた方がいいと思います。はい、ただこれは今すぐ引きたい人向けね。で一応理想としてはね、どっちも引かずにあと2週間待つのがおすすめですね。大の大冒険コラボはまだ11日あるんで、最悪最終日に引けばいいんですよ。別に最終日に引いてもね変わんないじゃないですか結局。なので引くのは全然最終日でいいので、そこまで待って次のコラボの情報とかを待つのが絶対にお得で、もしかしたらなんですけど、もしかしたらもう再来週ぐらいから新しく式神のイベントとか入る可能性もあるんですよ、もしかしたらね。そう、万が一もう式神が来た場合に関してはもうここで石使っちゃったらガチャ引けないので、まあでもね90個配布があるので、まあそんな慌てる必要はないんだけど、まあ引けなくなっちゃうので、まあ一応今石温存しながら次のイベント情報を待って、それで次のイベントが弱かった場合に大の大冒険コラボガチャを引くっていうのがめっちゃおすすめ。それこそ式神がもうね再来週までに情報発表来なくて、なんか全然しょぼいコラボとかね、しょぼいイベントしか来なかった場合に関してはもう大の大冒険引いていると思います。まあ正直新フェス限ゴッドエースも大の大冒険コラボもどっちも美味しいガチャなんで、引いても損はないっていうのはあるんだけど、大の大冒険に関してはやっぱ新規コラボで武器も強くてサブでも使えるので、将来性の高さから考えても本当に引く価値はあると思います。そんな感じで僕の現状のおすすめは大の大冒険コラボで、次がゴッドエースって感じかな。ただ一応理想としてはあと11日ね待ってもらって、次のイベント情報もしくはコラボ情報を見てからガチャ引くのが一番お得って感じになってます。魔法石ってね、あの急いで使いたくなる気持ちはめっちゃわかるんですけど、温存しておくのが絶対にお得なんですよね。結局ガチャ引くタイミングって遅ければ遅いほど得なんですよ本当に。次のキャラの情報見れるからね。それこそこの次にね式神でもう HP 実質 HP5 倍のリーダーとかね、HP2.5 倍プラス3減とか、まあ、来る可能性ないと思いますけど、まあでも本当に強いキャラが来る可能性は全然あって、そう、そこまで考えるならばやっぱり石温存しておくのがいいかなとは思います。はい、まあそんな感じがね僕の今回のガチャに対する意見になっております。はい、まあ基本的にねこういうのって将来のねそのイベントとかが分かんないんですごい難しいんですけど、まあただね今回の90個配布って1日3個なんですよ。1日3個、まあつまりなんだけど1日3個ってことは、最悪今石ぶっぱしてもまた式神とかね新しくイベントが来た時には最悪ガチャ引けるんですよね。で多分1日3個に加えて、まあ、1個ぐらいの配布は毎日あると思うんで、まあ実質の話で言うと多分1ヶ月間で合計150ぐらいは配られると思うんですよね結局9月も。なので、まあ、最悪引いてもいいとは全然思います。ただ本当にね頭いいのは温存することなんで、ぜひともこの情報だけ持って帰ってもらえればこの動画見てもらった価値はあるのかなとは思います。はい、まあそんな感じが今回ね魔法石90個のおすすめ使い方解説動画でした。ぜひここまで見てくれた人はね、参考になった人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。